皆さんお疲れ様です。 FM アキチャットの中村てです。今日はですね、ゲストをお呼びしております。すごい建築 .com 編集長の青春です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青春さんはね、私の、大学の同期っていうことで動画にも出ていただいたことあるんですけど、今ね、すごい建築 .com っていう形でメインはツイッターですか？そう、最近の活動としてはツイッターがメインでやってる感じです。なんかあれですよね、海外の最新の情報を日本語に翻訳して、ツイッターとブログに記事をアップして情報を発信してるっていう形ですよね。すごい面白い情報をいっぱい出してるなっていうのと、思うのは結構見てるのってもう実際に建築設計をやられてる方が多いですかね。意外と幅広く見てもらってて、最近それこそ建築家の方から、もう本当に建築家で設計もしながら自分の事業をやっていこうとしている方だったり、建築学生の方、本当に一般の方もいたり、他の全く建築関係ないけどなんかちょっとビジネスを起こしているような人とか、割と幅広く。なるほど、なるほど。結構あれですもんね、環境問題とか、そういう方、建築ってやっぱ環境的にはね、あまり良くないっていう話もよくあるんで、そういったところの関連付けた、海外の記事みたいなものを翻訳して、ツイッターとブログにアップしてると形で、もうすごいいろんな方、建築家の有名な方もリツイートしてたりするんで、学生の皆さんもね、ぜひ見てもらえたら勉強になるかと思います。入ってください。ということで今回はそのすごい建築 .com 随春さんの、私も記事読んでるんですけど、気になった記事をいくつか持ってきたので、それについてね、ちょっと詳しく聞いてみたいなと思っております。いいですか、早速なんですけど、まず一つが2022年のカタールのワールドカップ、サッカーのワールドカップですね、その、スタジアムが、コンテナで作ったスタジアムということで、なんか解体が簡単にできるというらしいんですよ。で、新国立競技場もね、結構運用とか誰が管理するか問題みたいなのって結構あったじゃないですか。やっぱ金額って多くかかる。で、それに対してカタールでは結構思い切ってますよね。解体できるスタジアムを作って、その場限りなのかどうかわかんないですけど、解体するんですかね、いつかは。解体して、別の用途で使用するみたいな感じなんですよね。なんか、一応、ワールドカップで作られたスタジアムが、今、8つかな？中で。あ、そんな作って、8つ確かあって、で、ワールドカップ期間中はやっぱりいっぱい使ってもらえる。けど、その後って、それを全部運用するって、難しいよね。難しいですね。だから、こう、残すものは残す。使わなくなるのはもう使わなくなること前提での設計みたいなものを考えてコンテナで作られたスタジアムが作られた、カタールっていうのが海運が有名で、建築資材もこう海運で海から運ばれていく、要はそのコンテナに乗って建築資材が運ばれてきて、コンテナの中にある部材を組み立てるだけでスタジアムの骨組みができる、でそこにこうコンテナが埋め込まれていってスタジアムが完成するみたいな、なってるから、その解体する時もコンテナの中にまたしまってまた持っていく、ふうにできるっていうところで、なんかすごく一時的な建築っていうところでのあり方としてめちゃくちゃいいなと思って取り上げた建築です ね、 ですね。なんかメインスタジアムが解体できるってすごいですよね、なんかやっぱりメインスタジアムとして結構なね、お金をかけるんで、普段っていうか終わった後も運用していくっていう流れになるかと思うんですけど、逆にその場限りにするとね、絶対この期間中に行きたいみたいな感じで、よりワールドカップですけど、オリンピックみたいなそのイベント期間中に盛り上がるかな、一度は見てみたいスタジアムみたいな感じで、計画の面でも面白いなと思って記事は見てましたね。そんなのあるんだと思って、なんか予定としてしか書かれてないんだけど、ワールドカップが終わったらもうすぐに解体しますっていうふうに言われている、でその解体したらもうその場としてはその広場にする予定だから、もう完全に跡形もなく外交だけが残される状態になる、もう広場になるんですね、でだからこそその期間中でしか体験できないっていうのはめちゃくちゃプラスの売りになるっていうのもあって、そうですね、面白いなっていう組ですね。
はい、そしたら2つ目ですね、気になった記事。私もよく建築の作り方はこうなっていくんだろうなっていうものでもあるんですけど、3D プリントの建築ですね、うん、アメリカでしたっけ。うん、アメリカのリッグっていう建築がいるんですよね、ビャルケ・インゲルスグループの略なんですけど、その方たちが100軒の住宅を 3D プリントで作るというのがアメリカで今やってるんですか。いや、まだ計画段階、うんうん、これから作り始める感じなんですかね、うん、私の知る限りだと最初はドバイで 3D プリントを使ったオフィス、2階建てのオフィスビルみたいなのがありましたね、うん、ずっと期間は覚えてないんですけど、1ヶ月か何週間かみたいな感じで完成して、うん、作業員がなんと2人みたいなすごいすごいですよね。通常の工事するって何百人とかで、期間もねすごいかかるところを 3D プリントで、ね、ずっと機械がぐるって動いて作るわけですもんね。それでかなりのコストダウンを図るっていうのがあるんですけど、アメリカの住宅100軒を 3D プリントで作るっていうのがあるらしいんですよ皆さん。そうなんですよ、まあ、それこそ今言ってた、ビャルケ・インゲルスグループ RIP っていう建築の設計事務所と、建築向けの 3D プリントとかそういった、建設の最先端技術を扱うような会社のアイコンっていうところ、うん、と住宅メーカーの3社がこうコラボレーションして作ってるような事業ですね。設計事務所だけでできるわけでもなく、テクノロジーを持ってるだけでもできなくて、で住宅の市場を持っている会社があるからこそできる事業っていう話なんですよね、うん、でそもそもアメリカっていうのはもう今住宅が不足してて、でそれに対して、職人も不足してきてしまってるっていうところで、100軒の住宅を提供できる、しかも職人が少なくて、で住宅を買えない理由ってやっぱり金銭的なところが一番大きいっていうところで、 3D プリントで工期も短く作れるっていうところですごく注目されている事業ですね。ビッグっていう設計事務所がすごくこう最先端なことをめちゃくちゃやってるようなところで、本当にそこだけ注目してるだけでも結構世界的にこんなこと起こってんだなっていうのの情報が知れるぐらいすごいところ。日本で 3D プリントを使った建築ってなんでできないですかね。ほうきなの。やっぱ地震があれだから、構造体力的にいろいろ難しいところがあるんですかね。でも一応あって、まあ、それもまだちょっと計画中のやつなんだけど、住宅って言っても10平米以下の小屋ぐらい、うんうん、条例とかいろいろも関わるけど、10平米以下ならこうある程度自由に建築できるところであれば作れる、うんうん、まあ、ちょっとそこら辺は法の解釈とかいろいろあるから、まだ難しいところもあるんですけど、うん、一応日本でもそういった事業が動き出そうとはしているところですね。 3D プリントって出すものあるじゃないですか、土みたいなやつって、うん、あれってなんかどういったものなんですか。それこそそのビッグ、今の100棟のやつだったら、アイコンが素材としても独自に研究しているところで、元はコンクリートのはずで、それを 3D プリントの機械で扱えるものにこう独自で開発したようなコンクリートを使って作ってる、うん、なるほど。本当にそこについては結構いろんな、他のやつだったらその場の土を使って 3D プリントをすると、うん、そういった話もあったりして、そこに土地にある土をそのまま使って、うん、建築を作るってことですよね。そうそうそう、うん、それがまあテクラっていう、それもまた別の記事で扱ってるやつですけど、本当にそこにこうコンテナを1個送る、うん、でそのコンテナの中に 3D プリンターとかいうのが入って、でそれを組み立てて、でその現場の土を使って 3D プリントして家を建てる、うん、あれですよね、火星で建物を作るのも、なんか建築資材を持っていくのって不可能だから、うん、その1個その現地の土で作れるみたいなコンテナを送って、うん、火星の建築はそういう形で作るみたいな、うん、話も聞いたことあるんですけど、うん、それとまあ同じような感じなんですかね、うん、でもビッグとアイコンがやってる、うん、で、まあ、NASA のプロジェクトってやつなんですけど、まあ、って言ってもまだそれも火星でそういう予定では作ってるけど、今ビッグが作ってるのっていうのが NASA のプロジェクトのため、クルーのこう健康状態とかのシミュレーションをしたり、火星行った時に、でその時に、まあ、住空間ってすごく関わってくるよねと、うん、
だからそこにこうビッグとアイコンが入って、うん、砂漠の砂を使ってるけどこう NASA のところにその 3D プリントの住環境を作って、うん、そこでクルーが暮らしてみる、うん、今シミュレーションをやってるところ。すごい。まあこれは結構まだまだね現実的になるのは先の話かもしれないですけど今後のね建築の流れみたいなものを見る上では、うん、ビッグってね欠かせない建築家だと思うんで、ビッグ知らないっていう学生さんはぜひね、うん、いないかもしれないけど、見てほしいぜひチェックしてみてください、うん、はい。ということで続いて最後ですかね、3つ目の記事なんですけど、はい、これはちょっとよりね、まあ、科学的には現実的かなと思ったんですけど、うん、コンクリートについて、うん、まあ、メインの建材と言っても過言ではないですよね、建築業界では。まあ、日本ではね木造建築が、まあ、一般的でいいかと思うんですけど、うん、大きい建物になるとね、まあ、RC 鉄筋コンクリート、うん、ですごい多く使われてるじゃないですか。その鉄筋コンクリートが持続可能になるのかという話、うんうん、素材として持続可能になるのかっていう記事がすごい面白いなと思って、うん、あれはなんかどういったものなんですか。割とその日頃から設計者としてはまあ気軽に使っちゃってるような鉄筋コンクリートっていう素材、それって実はものすごい地球温暖化ガスを排出してるよっていうのがあるんですよね。作る過程でですよね、うん、石灰と水と砂利とか混ぜてコンクリートを作るんですけど、それを作る過程でプラントっていう工場、街の至るところにあるんですけど、そこでコンクリートを作って車に乗せて、うん、あの現地持ってくるっていうのもあるんですけど、その過程で結構な二酸化炭素を出してしまってるっていう、まあ、現状があるってことですよね。そうですね、うん、まあ、そもそもやっぱりこんだけ設計としても使ってる素材、世界にある材料の中で水の月に使われてる材料がコンクリートって言われてて、でしかもその世界の産業、全部の産業から出る CO2 のうちの 10% を占めてる。 10%、ここは結構危機感を持たなきゃいけないなっていうところで、まあ、世界いろんな研究機関がそこについて、うん、今新しい材料だ、新しい工法なりを作ろうとしているところですね。これはぜひ注目してもらいたいところですね。で記事見たんですけど、コンクリートをどうしていくかっていう方法が、まあ、ざっくりと2つぐらいあって、うん、まあ、コンクリート自体を別の廃棄物でコンクリートにしていくっていう考え方と、うん、まあ、あとはもう単純にコンクリートを使わずに、まあ、木造なら木造で大きい建物を作れるようにしていこうみたいな2方向あると思うんですけど、うん、なんかその別の素材、まあ、今石灰とか混ぜて作る以外のコンクリートの作り方みたいなものが記事に書いてあって、うん、カラフルに なったり、まあ、素材によってね色をカラフルになったりするかと思うんですけど、うん、そこをちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど、あれが実はその東大の素材研究所だったっけなっていうところが開発してるやつで、うん、なんか生ゴミから作れるよっていう話ですね、うん、なんか人参の皮、みかんの皮、うん、そういった材料をこうセメントの代わりにコンクリートを混ぜてコンクリートにできるっていうのがあるってやつですね。だからオレンジになる、人参でやればオレンジになるし、うん、みたいな、緑の野菜でやれば緑になるしみたいな感じですよね。結構あれね、なんか色も綺麗だし、うん、実用化してほしいな。面白いですよね。結構野菜の皮でコンクリート作りましたみたいなって結構面白いですよね、うん、まだまだその性能の実験とか詳しくやっていかないといけないから、まあ、実用化っていうのももっともっと先にはなっちゃうだろうけど、でも絶対世界的にももちろん東大以外でも研究されているような分野だから、確実にもっと実現化がされていくようなジャンルですよね。そうですね。躯体とかね、体力出すためにコンクリートって結構な量が必要だったりしますし、うん、コンクリートってやっぱり鉄筋があるじゃないですか。コンクリートって、うん、やっぱり弱いから鉄筋で負担してるんですけど、うん、熱膨張率が一緒っていう、うん、とても素晴らしい、鉄筋とコンクリートが一緒っていうのがすごい発見で、だからまあ一緒に混ぜて、やっぱりは鉄筋で、うん、圧縮はコンクリートでって負担するんですけど、そこも仮に熱膨張もその素材で一緒なのかどうかとか、うん、構造体力的どうなのか、まあ、鉄筋のとの相性どうなのかとか、まあ、そういったものも、まあ、これからだと思うんですけど、そういった話があるっていうことはね、うん、ぜひ知っておいた方がいいかなとは思いますよね。うん、本当に
やっぱり CO2 そんだけ出してる、じゃあ使わない方がいいじゃん、うん、で済む話じゃない。世界で2番目に使われてる材料、そんだけ使われてるってことはそんだけ便利な材料だから、そんな簡単に使わないってことはできない、うん、だからこそ、まあ、従来の工法で CO2 の排出量を下げようっていう取り組みももちろんある、うん、そうですね、まあ、多分そっちの方が先にどんどん実用化が進んでいくような方になるところだと思いますね、うん、まあ、世界でもね、今はどんどん CO2 を下げていかないとっていう中で、製造業、建設業はなかなか難しいっていう話があるじゃないですか。一番進んでるのは何かっていうとちょっと難しいんですけど、まあ、簡単に言うと、うん、電気自動車とか言っても数パーセントじゃないですか、うん、その中の 10% を占めてるって結構大きい産業で、それをが変えられるとなればね、すごいと思うんで、多分研究してるところも多いんでしょうね、うん、そういった動向はね、ぜひこれから大きな話題になると思うので、ぜひ学生さんもチェックしてみてもらえればと思います。はい、そうですね、はい、まあ、自分で海外が読めないって時は、まあ、自分のツイッター見てもらって結構いっぱい記事あるんで、まあ、今日ね紹介した3つ以外もあのいっぱい記事があるんで、すごい建築 .com 辻俊さんのツイッターとブログのリンクもね概要欄に貼っておきますんで、気になった方はぜひ見てみてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、それでは今回の動画がいいと思ったらぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様でした、はい